分はまあちょっとレテンアウンヌンとかあるからちょっとなんとも言えんけど、でも古文とかマジで暗記だからさ。なかなかね、現代文はね、小説以外得意だったね。随筆とかちゃんと読めば答えが書いてある。小説だけわからんかった。マジで。作者の気持ちを考えるやつ苦手だったね。俺はこう思うんですけどって思ってた。なんで小説をさ、問題にしちゃうのかがわからんかったね。俺はこう思うんですけどって。心がわからない長尾系。作者の気持ち、くさ！そう、それ、ほんと。なんだ作者の気持ちって、ふざけんな、バカ野郎。小説ってだって、お前、小説にさ、答えがあったらさ、もうそれはもはや小説じゃないだろ。なあ、お前、解釈がたくさんあるから小説ってのは面白いんだろって、思ってた、当時。なんだよ、小説って、小説の問題って。お前、そんなね、固めじゃないのよ、って。思った。作者にちゃんと聞いたんか、お前って。思った。ほんま。で、小説だけ苦手だったけど、随筆と、あともう一個説明だっけ？なんだっけ？もう一個がなんかあったよな。随筆文ともう一個ってのがあったよね。あれはさ、なんか解き方あるんよな。解き方あるし、もう文章をどんだけ読解できるか問題だからさ、随筆はまあ得意だったね。評論家。